罰則を考えなければいけないんだろうと私は思います。じゃあ伺いますけれども、政府中枢、当局内部の違法行為、重大な失態、さらには虚偽事実を告発する行為をどうやって区別して保護するんですか。森担当大臣。ご質問のですね、政府中枢や当局内部の違法行為、重大な失態というものについてはですね、そもそもその違法行為や重大な失態というのではですね、特定秘密の対象、足りえないものでございますので、特定秘密に指定されることがないものというふうに考えております。小野二郎君。はい、西山事件から海上保安庁のビデオの事件、外国ですけれども、エドワード・スノーデンさんの話、公表された瞬間に多くの人は、なんでそれが隠してたんだということを思うんであって、その人を処罰しろと思わないわけですよ。こういうことをどうやって保護するんだって言ってるんです。森担当大臣。今ご指摘になった過去の事件等は、特定秘密に指定されるかどうかっていうのは、今お答えできませんので、特定秘密にですね、そもそも否定、指定をされるものはですね、しっかりと有識者会議のご意見を聞いて、基準を決めていく、そして秘密の中でも本当にわずかな安全保障に関わるものでございます。そして、今ご指摘のようなですね、犯罪行為とか、いったものはですね、そもそも秘密の対象にはならないんです。一般的に申し上げますとですね、犯罪行為がですね、公表をされたとしてもですね、それは処罰の対象にはなりません。小野二郎君。大臣、公益通報者保護担当でもあるわけですけど、これはこういう分野にも適用されますか。森担当大臣。公益通報者保護制度もですね、特定、秘密についてはですね、そのような秘密をですね、外部にですね、持っていく場合に、その内部告発をするときにですね、それが法律に書いてありますけれども、違法な行為や、そういった行為を公益のために持ち出す行為でございますので、違法な行為であれば、今の前ほどの議論と同じようにですね、特定秘密になり得ないものでございますので、そして一般的に申し上げて、違法な行為をですね、内部告発したとしても、それは罰されるものではなりませんし、公益通報者保護法によって保護されるということになっております。小野二郎君。保護されるという話を聞いて安心ちょっとしました。民主的で政治主導のコントロールを機能させるためには、私は今の法案、知らされた内容では不十分で、内閣の交代、政権交代のごとに、特定秘密指定の全面着、総棚ざらいをですね、義務づけるべきじゃないかと思いますが、総理にお伺いいたします。よろしいですか。安倍内閣総理大臣。この法案は、これから閣議決定を行うことものでありますが、また、その後はですね、しっかりと各委員会で議論を深めていただきたいと、このように思います。この大臣等はですね、特定秘密の指定と解除の責任を有しているわけでありまして、政権交代によってですね、新しい、大臣が誕生したとすればですね、特定秘密の指定状況を確認して、改めてその適否を判断することもありうるわけでございまして、今、われわれが政権を取っているわけでありますが、その時に大臣が責任を持って特定秘密に指定するわけでありますが、政権交代して、小野委員がもし大臣になった場合はですね、新政権の小野大臣の下で、またその状況を鑑みて、これは改めて判断を、適宜は判断することになるわけでございます。委員長、小野二郎君。ぜひ役所任せにしないでいただきたい。
最後に一問伺いますが、2020年の東京オリンピックの際に、世界中から見えるお客様が、世界文化遺産の富士山を間近に見ることができるように、リニア中央新幹線を都内から山梨県内の駅までの区間について暫定開業を目指すお考えはないのか、総理はアメリカでニューヨーク、ワシントンの真ん中に、ボルチモアとワシントンだけでも開業したらどうだとお話をされていますが、日本のリニアについても同じようなお考えはありませんか。じゃあ、答えます。安倍内閣総理大臣。リニア中央新幹線をですね、2020年東京オリンピックまでに暫定開業させることについてはですね、JR 東海が技術的な観点からなかなか難しいとの考えを示しているものと、まあ、承知をしております。まあ、一方で今、委員がご指摘になられたような、期待もあるのも事実でありまして、まあ、世界中から訪れる外国人の方のに対してですね、東京のみならず、世界遺産の富士山を含め、地方の美しい景観を楽しんでいただく機会